はい、どうもバネッサの調整ピンいきます。金鶴たち A と B が、早く発生が早くなって発生4フレームになったですが、あまり見て分かりませんね。あとキャンセルタイミング、ディレイキャンセルじゃなくて連打キャンセルのタイミングがちょっと遅くなったらしいです。あんま人間が分かるレベルの違いではないですね。1フレームとか2フレームなんで、続きまして、これがかなりでかい変更点ですね。これ近距離立ち強パンチから、後ろパンチャービジョン出して、そこからパンチャーストレートを出してるんですが、調整後は、パンチャーストレート、後ろビジョンからパンチャーストレートが当たるようになりました。調整前を見てみると、あの近距離立ち強パンチキャンセルから後ろ行って前にストレート出すと当たらないです。あ、ごちそうさまでした。